によるんじゃないかと、なかなかそっちが難しいですね。いつかまたリベンジの機会があれば戦ってみたいと思います。元気があれば何でもできる。もし負けるということがあると、これは勝負の時の運という言葉で済まないことになりますが、出る前に負けること考えるバカいるかよ。出てけよ、ほら。998 999 1000。皆さんこんにちは、中川国城と申します。立て師をしております。打倒大鎧ということで、とりあえず大鎧とはどんなものか自分で実際に着てみました。大鎧というのは平安時代から主に南北朝時代、そのぐらいに、活躍した鎧になります。今でもね、ボール紙とかでお祭りに参加するときに大鎧を作って参加するなんていう人たちがいると聞いております。鎧が好きな人にとってはこの大鎧というのはいわゆる鎧の花形的存在ですね。まずはこの鎧の長所を見ていきましょう。こちらの鎧はですね、主に、馬上に乗って弓を射る、そういう際に守れるように作られている。なので、こちらね、小道具なので精密には作られてないんですけれども、こういうサネっていう一つ一つのこういう細かい板、これがこういう糸を通してそれでこう並べられて重ねられて作られています。これを脅すっていう言い方をするそうです。なのでこの糸の色によって赤糸脅し鎧とか黄色脅し鎧とか、そういう名前がついていますね。鉄の重力でこうやって落ちてるんですけれども、敵に接近する時などはこうやって鎧を揺らすことによってこの重なりが少しでも敵の矢が刺さったとしても自分の体に届くことなく防御ができると言われています。これを、鎧突きっていう言い方をするそうです。あるいは吹き返しがここついてますね。顔とか攻撃された時もちょっとこう避けられる。でこのカーブが相手の矢をパッパッとこう刺さることなく跳ね返す、反らせる、こういう機能がついてたりしますね。頑丈に作られている大鎧なんですけれども、あくまでも馬上で弓からの攻撃をこう返す、地上戦に対しては、あまり考えられていません。なので馬から降りてしまうと、例えばこう本来馬の体で隠れているこの膝裏、あるいは、この太もものここですね、こういうあたりがむき出しになってきます。あと、こちら左手は弓を引くためにコテがついてますけれども、右は引きやすくするためにこのコテがありません。平安時代の大鎧は、片コテですね。なので右手は、意外と無防備です。喉、あとは顔、これも時代が下ってくると、綿棒とか喉輪とかこう守る道具があるんですけれども、この時代はまだないので、こういうところはむき出しになってますね。はい、あと意外とこの草摺りの下、この股の部分ですね、これパッとめくってしまうとここも何もないです。後の時代では、灰立てっていう防具がついたりするんですけれども、この平安時代の大鎧には、存在しません。なのでこういうところが急所になってきます。鎧全般に入れるんですけども、これだけ大きな兜としていると敵にバッと掴まれてグッとひねられてしまうと首が簡単にこう回ってしまって首の骨とかを
折れる危険性があります。あとこの時代の兜の頂点、烏帽子をこう出すたびに穴が開いてるんですね。指を入れられてグッとひねられたり掴まれたり引っ張られたりすると、途端に不利な状況に陥ります。ここも弱点のうちに入りますね。武術的に言うとですね、こう構えをこうしているとき、どこもこう鎧で守られてて安全なんですけれども、ひとたび相手を攻撃しようと思って攻撃体勢に切りかかったりする。そうすると脇の下や、裏ごて踏み込みますので、膝の裏とかいうところが開くわけですね。なので、武術的には相手が攻撃したときに攻撃し返す、攻撃すると逆に隙ができますよっていうことです。攻撃をする、これも、弱点の一つになります。時代劇の場合ですと、刀で鎧武者をバッタバッタと倒す、そんな、立ち回りもあったりするんですけれども、実際問題に言いますと、この刀で鎧を切るっていうのは不可能ですね。現代ですと何人かこう実験された方とかがいて実証の映像とかがあったりするんですけれども、切れ込みが入る程度、打撲としてね、頭にガンと当たったりすると、それは脳震盪を起こしたり、あるいは腕とかでも骨折っていうことはあるかもしれませんけれども、鎧が真っ二つになるっていうことはまあ、ないと言われています。なので、立ち回りでこういう鎧武者と戦うときには、先ほど言った弱点、脇の下から心臓にかけての切り上げとか、あるいはこの喉とか、こういう技とかで相手を、倒していく、こういう立ち回りがつけられると、まあ、見てる側も、まあ、納得というか、まあ、リアリティがあるわけですね。相手に切りかかる際、いわゆる幕末物とかで慣れてる方とか、ガッと上段に振りかぶったりすると、鎧ですと前立てがあって、これに引っかかります。なので基本的に、上段構えというのはこの時代存在しません。なので発想、あるいは大発想、こういうところからゆっゆっと振り下ろしていく、あるいは、巻き打ちといって、ここからぎゅっと手元を振りかぶるのではなく、肩口の方に刃を持ってきて切る、肩口の方に持ってきて切る、切り上げやらないって言ったじゃないですか。やらないって言った。でも3つ切ったからどうしようと思っちゃって、うん、いけそうな気がしたんだけど、いやいや、あっちは養生してないから、うん、ごめんごめん、そうだ、やらないって言ったわ、まあまあ、気持ちが乗ったんですね。 はい、あとですね、所作ごとになるんですけれども、こういう鎧を着ていても、立ったり座ったりお芝居の中で必要になってきます。なので、床に手をつくことなく座る、そしてありゃー難しい、はい、ちょっと気合い入れるよ、頑張るよ、はい、座るよ、うん、はい、立つよ、はい、いいよ、いや、でもいいね、いいね、いいよ、難しいんだもんだってこれ、やれるもんならやってみろ。以上の点を踏まえ、これより実践、いざ。
相手が攻撃したときに攻撃し返す。股の部分ですね。これパッとめくってしまうとここも何もないです。